よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、以前受賞式でお会いして以来でございますけど、お久しぶりです。はい、お久しぶりです。ここセンターになっておりまして、ギュギュッと詰めていただくと嬉しいです。はい、はい、じゃあまずご挨拶からお願いします。はい、皆さんこんにちは、トランページです。よろしくお願いします。じゃあまずはセンターのカメラでお写真から撮らせていただきますので、はい、ポーズ決めてください。よろしくお願いします。相変わらずの存在感でございます、ランページの皆さんですけれども。はい、ありがとうございます。さあ、ということで、あの4月から全国ツアーがね始まってるんですよね。はい、そうなんです。もう4月6日の長野からもう絶賛、はい、回らせていただいております、全国を。はい、ツアー中の中でこの授賞式ということになりますけど、これ1回目の授賞式なんですけども、はい、今日どんなお気持ちで臨まれたんですか？いや、もう本当にまだどんな賞をいただけるかっていうのは僕ら存じ上げてないんですけども、そうですよね。はい、もうちょっと緊張しながら、そうですね、はい、でもしっかりとパフォーマンスもありますので、しっかりもう今日見てくださる皆さんに僕らのパフォーマンスが届けばっていう、はい、思いが届けばっていうパッケージを用意してきました。どんなステージかちょっととこうお話できる限りでいいんですけど、ありますか？そうですね、今回やっぱ今自分たちツアーを回らせていただいているので、この自分たちのパフォーマンスを見て自分たちを知らない人も気になってくださって、そのままライブに来ていただけたら嬉しいなということで、今回は楽曲を少しチョイスをさせていただきました。はい、そうですね、こういうオムニバスイベントっていうのはファンでない方が新しく知っていただいて、はい、新たなファンを築けるっていう魅力もありますもんね。そうですね、16人僕たちいるので、はい、皆さんもよかったらぜひ推しを見つけていただいてランページの中で多彩なメンバーが揃ってますので、ボーカル3人とパフォーマー13人っていう、はい、LDH ならではの、自分たちはグループの構成なので、ぜひこの機会に覚えて帰っていただければと思います。そうですよね、はい、めっちゃ楽しみですけれども、今日は今レッドカーペットの生中継中となっておりますので、ご覧の皆さんにもメッセージを一言お願いできますか？これは日本だったりと韓国とかいろんな方が見られてるところですか？基本的には日本の方がメインだと思います。はい、皆さん、ご覧いただきありがとうございます。7ページです。本日はもうたくさん のアーティストがいらっしゃる中なんですけども、しっかりと僕たち魂のパフォーマンスをしますので、ぜひ温かく見守っていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ということで、ステージも楽しみにしておりますね。ファイティング、頑張ってください。頑張ります。ありがとうございました。ラランプジェクトのエグザイルトライブの皆さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあこちらの方でお写真をお願いいたします。ありがとうござい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 ました。